おいしゅ、皆さんこんにちは、ダイタロです。ドラゴンクエストモンスターズ3やりましょうか。さて、現在ロザリーヒル初期の町まで村まで帰ってきました。前回ね、モンスターマスターになるための修行を終えてね、帰ってきたんですけど、今日はね、またなんか門人にもう一回喋りかけたりするところかな。モンスターマスターだったって本当？兄ちゃんこれで怖いもん出したねって言ったろ。旅の扉と使えるようだったって話なんだよね。ここもこれなんだっけ、牧場行くんだっけこれ。あ、そうだ、牧場だ。牧場行ってみない？牧場ナンバー好きでねえけど。うわぁ、画面揺れ方気持ち悪っ。今のねえ、まあ、旅の扉特有のさ画面の揺れなんだけど。おー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 、あ、うちの子たちいるじゃんみんな、ここにねえ。うわぁ、鹿はいる。鹿、漆黒の闇もいるじゃんねえ。いい椅子いた？いたな。今後ろにいたな。うっす。あ、ザックさんね。あ、来たか。だいたらわしが牧場を管理しとるんじゃ。ここでは中身した魔物を預けたり連れてくる魔物を入れ替えたりできるぞっていう。オッケーオッケー。まあ入れ替えないですよ、大丈夫。手持ちパンパンなんで。はいはい、お気に入り設定しとけば探しやすくなります。まあ特に今回は何も変わらないですよ。うちのペロちゃん、卵王子ね、神絵師に鹿、漆黒の闇、イース、スランゴ、スラポヨ。ありよし、ありがとう。アリが10匹そうです。はい、じゃあね、とりあえず喋れんの、これ。こら、おっす、神絵師絵描いてよ。遊び疲れたよ。おお、落書きしたみたいみたいです、皆さん。神絵ですよ、神絵の落書き。やばい、ここおじいちゃん家だ。なんもないね、おじいちゃん、つまんねえ家だな。勝手に入っといて。ボロカス言うな俺。でもなんもないよねここ。結局まあモンスターも全然いないし、もう桜の木生えてるしっていうぐらいでね、え、特になんもなさそうだね。じゃあ戻るか。へい、さて、じゃあ、まあ村で、じゃあロザリーヒルの村、町だ、村だよな。ここで行ったことないとこ行ってみようか。これさっき喋った少年だよな。お、モンスターマスターだよ。頭白いからなんかおじいちゃんに見えたね一瞬。ごめんよ少年。ねえ、さてここはなんだ。馬あるけど、何このスラッとした馬。どうも、貴賓。貴賓、そっか、貴賓だな。うん、なんもないけ。そこ一個しかないから絶対なんかあれやろと思ったわ。やっぱお邪魔しまーす。すいません。あ、いたいた、こんにちはっす。ここは昔、天空愛から逃げてきた天空人が住んでいた天空神。この天空神は地上に神の御業をもたらしたという。天空神、天空人。あれだよな。ドラゴンクエスト4の主人公のママかな？うん、多分。多分、違うかもしれん。お邪魔しまーす。酒場か、ここ。おー、こんにちはっす。じいちゃんいる。かつて正しき道を外れた古き神は恐ろしい怪物を生み出した。その怪物は今もどこかで眠ってると伝えられてる。ねえ、これあれだよ、ドラゴンクエスト4だった、ここ教会だったよ確か。じいちゃん、昔は一周回ってくるの待たなきゃいけなかったんだけど、これ今はこっち来るんだね。うっす、アギピピから聞いておる。お前には並外れたモンスターマスターの才能があると。だろ、やはり血は争えんということか。お前には魔族の王ランディオル、大抵の血が流れておる。ランディオル、ねえ、お前は以前いつか、父の王、ねえ、魔王ですよね、王に敵討ちしたいと言っとった。あの決意は変わらぬか。うっす、やっつけたいっす。ママ死んじゃったもん、許さん。ねえ、愛は勝ったならばどうするべ。モンスターバトル大会に出てるとに。そんなあんの？モンバト大会？ここより遥か西にエンドールという大きな町がある。エンドール、エンドール、武闘大会の町。モンスターマスターたちの戦い、モンスターバトル大会が開かれておる。マジ？そこで勝ち上がり名を上げれば、名声は必ずや父の耳にも届くじゃろ。魔界にも届くんすかね。だがマジか。お前が進もうとしているのは険しい道じゃ。大丈夫っす。本当に覚悟はできておるか。できてます。ん、俺はよくぞ言った。俺いつかパパを配合で作る。早速準備じゃ。配合で作れたからパパも作れるだろ大体このゲーム。エンドールへ
へつながる旅の扉を開けておいた。あざっす。この旅の扉から便利だね。行けるじゃろ。旅の扉ってすげえな。まずは大会で G クラス優勝を目指すのじゃ。健闘を祈っておるぜ。今の手持ちじゃきついと思うけどな。配合とかいつできるなんだろうな。さて次の目標は決まりましたね。モンスターバトル大会で優勝しろということで、優勝目指して頑張っていこうか。ここら辺ってお店どうなの？結局使えるんかな。お店、じいちゃん早く来て。じいちゃん、こんにちは。エンドルではモンスターバトル大会が出てるぞ。じいちゃん道具屋じゃねえよ今日は道具屋、急に道具屋だったな。急に声優しくなるんだから、じいちゃんはもう。じいちゃん可愛らしいね。またおいで。わあ、ありがとうね、じいちゃん。覚悟するんじゃよ、今日は道具屋じゃって。ここは何屋さんじゃ。じいちゃん、じいちゃん、ここ何屋。じいちゃん。ああ、カウンター余っとるんじゃ。あ、ここはね、昔武器屋か防具屋だったよね、確か。ドラクエ4の時は。ここ教会だったけど、これなんか預け屋みたいになってるよね、マーク的には。何これ、この人エントル大会出るそうですね。待望抱くことは結構でさ、野心飲み込まれるよ。強い自分を持つことが大切。野心を持っ、何野心が、野心って大丈夫でしょ。俺は数決まってんじゃん。今日はどんな、今日はガールダキンカだよっていう。さっすー、ま、急に優しい声出すのちょっと笑っちゃうからやめな、じいちゃん。いっか。おー、風強っ。夏になったってこと俺今で、あげぺぺーういーっす。いやー、君天才だわ。いつか超ビッグなバーサーになっちゃうわーってあざっす。え、もう修行終わり、アゲピピ修行。なんか寂しいな。いや、じゃあ行くか。じゃあエンドール行ってみたいと思います。え、これボコボコに負けるんじゃねえかな。うわー、ここやっぱこの画面のよりマジ気持ち悪い。なんかすっげー気分悪だろうこれ。なんか頭ほんとにクラッとするもん。なんか最初の揺れ方がでかすぎて、うわうわうわ、変な感じ。ここはエンダルのコロシアム、モンスターバトル大会が開かれてる。カウンターの受付に話しかけろよ。こんにちは、バニーちゃん。説明聞きたい。バトル大会でルールだよ。参加料が必要。お金が足りなかったら稼いできてね。なんだと？パーティーモンスターのみが参加。スタンバイは参加できない。試合中は道具の使用、モンスターの命令は禁止。全滅したり金を選ぶと負けになるからね。お金半分にならないよ。参加費だけは戻ってこないからねっていう。ラウンド制限もあるよっていう。20ラウンド以上に勝負つかない場合でも負けだからね。1試合ごとに MP1 人でも全回復するよっていう。3回勝ち抜けば優勝。チューしてくれた最後ありがとう。チュー、ありがちゅ。上行ってみるか、ちょっと。どういうとこで戦うんだろう俺。楽しみだな、エンドール。おー、戦っとるな。広いなここ。あ、くそ、何やってんの、バカバカ、回復だってば。お姉さん何見てんの。キャー、イケメン、神にお見されし、お顔に祝福あれって。まあ俺イケメンだからな。ね、耳も尖ってるしね。え、力の種だ。これ種ってね、どうすんの。使った方がいいのかな。ピサロに使えないの、ピサロに。ね、俺が使うが。仲間一体の攻撃力が3億上がる。このアイテム使いどころむずいよな。今使うべきではなさそうだもんな、絶対ね。どうせモンスターどんどん入れ替わるしね。おっしゃ、いけ、右の必殺を右だ、ね、頑張れよみんな。何戦ってるあれ。ねえ、ドロヌーバとねえ、ヒートギズモとねえ、ネズミ野郎だ。大ネズミ、石ころ、石ころ投げれんのかな俺も。あの手前で黒いのなんだろうな、わかんねえ。お姉ちゃん、こんにちは。キメラ使ってんのやば。おや、君も新米モンスターマスターかい。私も最近デビュー戦を飾ったばかりだ。新米通り、新人通りし、仲良くしていこうじゃないか。いいお姉さん。お姉さんはよろしくね。ねえ、俺はまだまだ弱いキメラ。でも夢は、ねえ、ザガンギエル様みたいに強くなることだ。誰ザガンギエルって。地上に知らぬ者のいない、三回魔王と呼ばれる方。魔王って、ま、いっぱいいるのこの世界って。三回魔王。俺4回魔王なるわ。止まっちゃった。止まる気ないけど。この世界、宿屋無料なんだよな、実は。優しすぎる。あざす。ただ飯ならぬ、ただホテルって気持ちいいな。
廃校すると親の魔物はどこかへ去るんだ。しかし彼らは決してマスターのことを忘れない。悲しむ必要ないぞ。だってお肉の種類たくさんあるけど、やっぱ霜降り肉最高。どんないけすかない野郎でも霜降り肉くれたらついてっちゃうよ。いけすかないやつでもついてくるんだ。そんなにうまいのかな霜降り肉って。俺もなんかもらったら懐いちゃうかもしんねえ。みんな霜降り肉ください。条約層いいね。よし、さあ調べも終わったからね、今から受付行こうか。頼もう。よろしくね、ニューヘイスねん。ピサロ、お前モテモテやな。相変わらずモンスターバトルの、大会の受付。大会は8つのクラスに分かれてる。新人さんは一番下の G クラスから。3人勝ち抜けば優勝。毎回体力回復するから全力できなさいよ。分かった、じゃあ頑張るか。さあ今日はどのクラスに挑戦するのかしら。 G クラス10ゴールド安、まあ、いっちゃうか。頑張って。はい、いってきます。全然レベル5やけどいいの。育成もしてねえけど大丈夫かな。まあ、新人大会だからそんなもんやろ。みんな知らんけど、おいおいおい、なんか強そうでいるぞ。ねえ、ちょ、相手やばいでいるけど大丈夫これ。うーっす。さあこのモンスターバトル大会に新たな挑戦者がやってまいりました。観客そんなおんの、嘘やん。ロザリーヒルから来た、来た謎のイケメンマスター。ふう、その名はダイダラダーって俺が読み上げとくわ、安心して。うん、おー、やべえ、パーティーメンバー弱いかも。対する相手はこちらもルーキー。ルーキー、地元では元気印のお祭り男、ケーボー。ケーボー、やばいだろ。ドラゴンいるけど、イルカみたいなもいる。やべえ。ゴーファイ。オッケー、ゴーファイト、ゴーシュートじゃない、それベイブレードか。いくぜ。さあバトルだ。さあ初めての対人戦みたいなやつ。ZR で戦闘スピード2倍にできるって。え、できる？はいはい。ZR でバトルオートにできる。どちらも同じボタンで解除できる。まあ、とりあえず2倍にしておこうか。ゲー。頑張れみんな。まあ、オートバトルにもしとくかも。どうせオートやし、何もできへんしな、俺たち見ることは。おぉ。え、全体5位なんだ。ドロバ強。え、勝てるか、これ。だから、ゼロ。え、待って。うちの子たち強すぎ？あ、強すぎる。待って、強すぎる、うちの子たち。え？あのスマイルリザード強いかと思ったけど全然強くなかったわ。これいけます。第1試合の勝者は大ダラ、あ、こいつじゃ大ダラって言え、大ダラだー。ゴールデンルーキー来たる。会場も騒然としているぞ。来たの顔ちっちゃいな。2回戦の相手はG クラス界の重鎮、ド回転ポエムダンサートメジー。ド回転でポエムダンサーなんだこれ。G クラスに重鎮いて、いるってもう一生 G クラス才能ないよ。諦めなよ。さて、あ、モンスター、まあ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 空飛んでるのが真ん中2匹って感じ。第2試合行きましょう。いくぜ。いやでもこれマジ戦闘楽だわ。今もうコントローラー置いてね、俺もうお茶飲もうとしてるもん今。メラしてギラして、ギラ優秀だね、全体攻撃だし。ドルマ強えんだ、威力やばくね。うん、いや切り株お化けは物理攻撃力高えんだよ地味に。で終わり、さっきと同じ流れだ、全部全部同じ流れだ。負ける気がしない、俺は強いぞ。ふぅ、アメイジング。第2試合の勝者もこの男、ダイダラダー。この展開を誰が予想できただろうか。な、恐るべしイケメンルーキー。イケメン、めっちゃ顔褒められる。最後の相手は皆さんお待ちかね。なんだこいつ。モンスター DJ お肉丸。お肉丸？おいおいおい、お肉大好きそうなモンスターばっか連れてきやがって。さあさあ、いよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。勝つぞ。それではラスト第3試合、ゴーファイ。それではバトルだ、行きましょう。ボス戦です。このバトルに勝てば俺が優勝。勝つっきゃねえ。行けみんな、メラ、ドルバ、いやいいぞ、ギラ、ほら、よしよし、大きずしやってきた。ちょ、前さっきのやつらよりちょっと強えか、やっぱ。痛い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 、大丈夫だ、ほら
ほら、耐えた、みんな。すげえ。ギラ優秀すぎるやろ。ギラ強すぎるだろ。なあ、本編のドラクエもギラそれぐらい全体攻撃にしてくれよ。まあ、とりあえず、優勝、俺。ガッツポーズもイケメンだな。右胸についてる、何あれ、ミステリードールの顔のバッジみたいなブローチ、ダサいよな。Gクラスを勝ち抜いたのは、謎のイケメンマスターだ。いけ、ダイダラだ。惜しみない拍手をお送りください。ありがとうございます。イケメンでごめん、悪い、顔が良すぎた。相手ビビっちまったな。そんなこと言ってみてえな。条約層もらった。さてしょべー。バトル大会はしばし休憩タイム。お次は余興をお楽しみください。何余興って。あー、楽しそうなやつ。何するの。エルフだ。この女の子耳長いもん。さあさあ、とくとご覧あれ。え、本日の見せ物は今朝捕まえたばかりの本物のエルフだよ。見せ物って言い方嫌だな、ほんとな。こいつらが泣くと、うわ、なんと驚き、目からルビーの涙を流すんだ。これロザリー。そう、目からね、ルビーを流すんだけど、ルビー手に取るとね、崩れちゃうんだって。こいつ、このおなご、ビンタするぞ、ほら。涙売れば金になるってことか。そいつは笑いが止まんねえな。悪い声してんな、お前。さあさあ、この超貴重なルビーの涙、お買い上げいただく方はいませんか。お買いませんか。よし、わしがいただこう。おー、金持ちそうなおじさん。ありがとうございます。では、早速。え？ピチピチしてる。ピチ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 。泣け！下等種族めが。泣かないと、もっとひどい目に遭わせるぞ。怖い！このひげもじゃおじさん怖い。おい、ピザロ！なんとかしてやってくれ！かわいそうだよ。ああ。あ、泣いた。ルビーの涙。あ、落ちた。おお、素晴らしい。これがルビーの涙か。え、なんか頬だった、手で取ったら崩れて消えなかったっけ、これって。あ、ほら、やっぱ崩れた。なんと、砕けてしまったぞ。こんなのインチキではないか。あら。あ、逃げた。いえいえ、そんな、とんでもありません。お客様、まずは落ち着いて。おい、あのエルフ、逃げたぞ。はい、逃げろ、エルフ。うわー、筋肉ゴリマッチョが追っかけてくる、怖い。やべ、ピザロなんとかしてくれ。ピザロ、魔族は切れねえけど、人間切れるから。大丈夫。いいのか。いや、大丈夫っす。人も時には切らなきゃならない。ね、それは魔族の王子だから。どうすんだろう。助けてあげようよ。昔助けてあげたシーンあったよな、確か。草むら隠れて、うわ、追っかけてくる。あのゴリマッチョ、見られてるもん。なんかバレたんだよね、確かこれで。くそ。顔隠せ。顔隠せ、頭出てるぞ。足の速いエルフだぜ。あ、なんか今パキッてした。そんなところに隠れてやがったか。で、ピサロが助けに来る。さあ、いい子だから、おとなしくするんだぞ。ピサロ、早く来てくれ。ん？ん？誰かいるのか。まぶし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 。頭がもう。頭に髪の毛生えたじゃん。すごい髪の毛生えてる。おお。ちくしょう。助けてくれ。ビビりすぎやろこいつ。
イケメンが来た。今のはあなたがやったのですか。いいえ、いや俺可愛い子にはちゃんと言っとくはないかな。ひどい。なんてこと。おい何言ってんだお前。お前がやられそうだったんだぞ。あんなに苦しませて。人間だって私たちと同じ生きとし生けるものなのに。こんな展開だったな。このなんかめっちゃいい子なんだよ。ロザリーちゃんって。これロザリーかわかんねえけど。ペラ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 。私の名前ですか。私たち森に暮らす者に名などありません。ロザリーヒルから名前取ったんだっけ確か。ロザリーだったんだこのピンク髪のエルフって。あなたが世話になっている村の名から、それを私の名前に。うえビビった。助けてあげられなくてごめんよ。大丈夫。声かわいいなお前。心配かけてごめんなさい。もう大丈夫か。またな。あなたのお名前は。俺はダイダラだ。言わへんかった。俺言っちゃったけど。内緒だ。これ惚れてるわ絶対。さてこんな感じで多分ヒロインの女の子と出会いを果たしました。あら昔ねちょっと前ドラクエ4やったんだけど。やっぱ結構ここと同じシーンがねあったんですよ本当に。てねてね。いいね。聞いてよ王子。なんだ？王子ダイダラ。なんだ？誰か来たのかな。誰が来る？ここに。おじいちゃんしか来へんねここの家に。おじいちゃんたちしか。いや来たんだよ。僕はミンミだよ。覚えておいてね。ロザリー来たけど。何しに来た？私は。ロザリーです。びっくりした。おじさんぷがどうせ来んだろうと思ったらマジ来たやん。女の子がやべえ女の子連れ込んじゃった。ロザリーってことは君がこの前王子が助けたってエルフ。うい。助けていただき本当に感謝しています。いえいえ。お礼に美味しい木の実を持ってきました。ああご丁寧にありがとうございます。そんな木の実も届けるために来てくれたんや。ありがとうな。なんかおいスライム全部食うなよ。俺それ俺だぞ。それでなんだい。その何でもします。だから私をおそばに置いてください。住み込みたいってこと。いいっすよ。じゃあちょっと料理洗濯ねえ全部よろしく。帰れ。あ、冷たい。イケメン冷たいです。イケメンなんで。王子、友達が増えたらきっと楽しいよ。僕はいいと思うな。いや、俺もいいと思うよ。うん。私、お料理、お洗濯、いや、ほら、ほら。何でも得意です。ほら、頼むよ。頼む俺。言うこと聞いてくれ俺。一度は人間に奪われたこの命、どうかあなた様のために使わせてくんなし。くんなし。どうしたロザリー。何が目的だお前。私たらあ、なまり興奮のあまり、なまりがな、エルフなまり今のなましえ、なましえ。ミミ、ダメなの。村の名前しか教えてくれなかったから一生懸命探したんだよ。頑張ってきたんだロザリーって。ロザリーヒルからロザリーで。いや悪いけどさ、そりゃ村の人から聞きました。あなたは己の呪いを解く方法を探しているのですよね。そうだよ。解ける。呪いを解くのにエルフに勝る種族はありません。あなたの呪いを解く方法も必ず見つけます。ロザリー、すごいすごい。頼むわ。王子の呪いを解く方法を見つけてくれるんだって。だから
家事全般プラス呪いの解除まで。ほら、俺、だからお願いです。俺、メリットしかないぞ。私はおそばに置いてくんなし。出た、なまってきた。いや、いいよ、オッケー。ありがとうございます。私必ずあなたのお役に立ちます。いや、ピンクの髪はいいやつだからな、間違いないな。目の色も綺麗だよね、ロザリー。さて、新たな登場人物もやってきました。ね、モンスター格闘大会だっけ、闘技大会でも優勝して女の子と一緒に住むことになった俺たちはどうなっちゃうの数日後。この後の展開わかんねえな。また追っかけられてんのかお前。またなんだよ、どうした、すぐ追っかけられとんなお前。隠れろ隠れろ、早く。ミミ、ロザリー、どうしたの。本当だ、どうしたのロザリー。はあ、人間に見つかりそうなんです。また人間か、この村の近くにも人間が。ロザリーいる人間おるけどさ、ちょいちょい。早く村に戻ってあの人に伝えよう。ダイダラさん行こう。これはもうなんかやっぱ人間切るしかないか。いやでも人間と戦うことも多分今後は出てくんだろうな。なんかできてるけど、ロザリーヒルに建物。これドラクエ4でもあったやつだ。私のためにこの塔を。数日後建てた、やばいだろ。これね、隠し階段があるとこなんですよ。今手前にあったねところが隠しエレベーターみたいになってて、それを通って塔の屋上に行くみたいなやつだよね確か。ほらほら出た、部屋用意してあげてよ。わかりました。ね、めっちゃいい部屋用意してるよな。天蓋付きベッド。あなたの命令がない限り、はい、私はこの部屋から一歩も外には出ません。だけどここで一緒に暮らせよ。私とても幸せです。うん、ここであなたと一緒に過ごせるんですから。どうやって建てたんやろ。大丈夫、ね、僕もいるから寂しくないよ。スラップル。スラップル、お前ドラクエ4にもおった気すんな。これからもずっとロザリーはあなたのおそばにいます。ありがとうな、ロザリー。そう、ロザリーヒロインなんですけど、ヒロインの女の子は結局一緒に行動するってことはなさそうだね、この感じだとね。美味しいお肉以下のコンテンツが利用可能になった。なんだこれ、いやこれチュートリアル終わりってことなのかな。どうしました。おかえりなさい、ダイダラ様。一人でいるとあなたのこと心配ばかり、呪い解く方法も私が見つけますからって。いい子やな。プルプル、ロザリーちゃんの部屋居心地よくて気に入っちゃったよ。おい俺んち来いよ。またロザリーちゃんは僕が守るから、エンドール闘技大会の次の、クラス頑張ってきてね。バトルにかけたいなら平気で力つけるといいよって。なるほど、やっぱどん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 力つけていくんだね。わあ、こうテラスからね街が見えるんだよな、ロザリーヒルが。まあ大体 OK かなこれで。まあ今後はここから出ていって次はまたちょっと育成かな。そろそろ配合とか出てくるかなと思うんだけど、どうなんだろうね。そろそろ体験版のあたりも終わったのかなと思いますけど、どうなんでしょうか。まだでしょうか。まだかな。よし、じゃあとりあえず今回ここにしましょうか。さあ次回また、エンドールのね、闘技大会目指して育成および配合できたら配合やっていきましょう。女の子の帰りが待ってるんでね、ちょっと頑張っていきましょう。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。